いただきます。今日はね、お蕎麦ですね。うん、もうね、年末なんで、まあ年越し蕎麦って感じですかね。うん、でもちょっと七味をかけて、まあ具材はナルトと椎茸と春菊とで油揚げと、この間作った鶏チャーシュー、鶏胸チャーシューが入ってますね。で、あと白髪ネギ。うん、でとりあえずいきます。うん、美味しい。あの、いつも買うお蕎麦よりも少しだけね、お高いやつを買ったんで、美味しいですね、その分。で、これね、鶏チャーシュー。うん、うん、いける。で、ちょっとスープね。あ、優しい、優しい味。このスープに、あの、鶏チャーシューで使ったタレを少し加えて、麺つゆ、4倍濃縮の麺つゆと水でスープ作ってますね。うん、美味しい。うん、春菊の苦みがいいっすね。うん、どうも僕あんまりそば作んないのは、どうしてもやっぱね、お店の味には負けちゃうんで、その差を考えちゃうとやっぱね、ラーメンとかになっちゃうんですけど、今日ちょっとね、いつもより高いおそばにしたんで美味しいっすね。もうこれ意外にいつもより美味しくできたっていうか、まあ素材のそばがいいのかもしれないですけど、うまいっす、油揚げ。うん、まあなんで年越しそば食べるのかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、おそばって他の麺と比べると切れやすくて、それで今年1年の災厄を断ち切るために、そういう縁起物として、あの、年末にお蕎麦をね、食べて、来年はまた新しい年で行こうっていうことで、年越し蕎麦を食べるみたいな風習ができたみたいですね。うん。まあ自分的には、そんなに、ものすごい災厄があったわけでもないし、まあ筒がなくね、今年も、過ごせたから、まあ良かったかなと思うんですけど、まあね、ちょこちょこ、まあ一応、嫌なこととかもあったし、このそば食ってね、今年一年のね、最悪をね、断ち切っていこうかなって思います。うん。このそば美味しいっすね。あの、剣先っていうやつ。すごい美味しいっすよ、これ。美味しかったですね。これ僕今まで作ったそばで一番美味しくできたかもしれないですね。うん。野菜もね、野菜とかもいっぱい入れたし、鶏チャーシューもね入れたし、具沢山でお腹パンパンです。うん、美味しかったです。それじゃあね、また今年も終わりですけど、来年もね、皆様にとっても僕にとっても。ご多幸がありますようにということで、今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。ごちそうさま。